ないか。あー、ないか。なし。大丈夫。無理なんてない。無理なんてないんだ。1ゲームでも1枚でもまだあったら無理ではないんだ。はい、わかりました。おお、なに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 。1枚でもまだあったら無理ではないんだ。はい、わかりました。おお、なに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 。やった、200。嘘でしょ。初めて見た。ありがとうございます。ありがとう。本当に拍手喝采です。俺合わせて4人拍手しております。すごい。私も合わせて5人でした。ありがとうございます。いや、初めて見た。その虎が100でレインボー200以上だったと思うんで。来たね、うん、上の上の上、そのまた上来ました。始まりましたね。始まりましたね、リマさん、うん、すいません、やっとサムネイルできました。ありがとうございます。よしよしよし、リノさんターンですね、今日。ありがとうございました。今日チェリーでさ、これ11なんですよ、面白いことに、うん、0.4% 0.4% なんですよ、200と300が、うん、これ面白いね。私は初めてですね、ゲーム数で30ゲーム4度目でやっとちょっとね、期待値通りではないですけども、よっしゃ、右にね、ルパンさん行きましょう。今日初のデカチャンスで、これ対戦相手によって全然期待度変わりますんで、はい、五右衛門悪くないですね。五右衛門か、五右衛門、まあ、とりあえず左リール滑ればもう一角でございやすと。お、いい音したけど。うわー、デカ目であってほしい。テンパイすんな。うわ、こっちか。これダメじゃないかな。だよな、これもしかしたら確定かもしれないです。内部的に確定してると演出が強かったりもすることがございます。ここもね、もちろんそれ引けたら結構大きい。うわー、これで、ね、何パー、お、ホットイン入ってる。五右衛門14%かな、最終ゲーム。これ受かってるでしょ。受かってます。おお、やっと。そっからでもね、ここからなんですよ。7を揃えてください。はい、で 35% です。まず30ゲームね、 35% でビッグゲーム取れ取れたらバン。何、よっしゃー、取れてタイプライター、ナイス復活。始まりました、始まりました。ナイス、天才。よっしゃ、さすがソムリエ。うん、2回ぐらい出ましたからね、それ。はっちゃーい、しゃーい、おしゃー、きしょう。なんだ、姉さん、私も揺れましたよ、チャンスソン。マジで、はい、チャンスソン AT 入れましたから。ナイス。まあ基本的にレアークはデカ波になります。なのでレアークの時にデカ波じゃなかったらすなわち OK です。 OK 丸です。 OK 丸で、この最中がね、デカ目が40分の1になっちゃうんで若干落ちづらいんですが、その分ね、スパイスとしてレアが効きますんで、はい、まあ、まず初回は突破濃厚です。おお、いいの見れた。まあここはね、保証でございますんで、よしよし、行きましょう。いいよいいよ。で、ここからが勝負です。で、ここからですね、ストックしなかったんで 33% と 66% だったかな、2パターンですね、継続率は。ほぼ 33% だと思いますか、こんなの。何こんなの見たことないよ。はい、デカ目いきました。あー、すごいすごいすごい、青波出ました。あ、まあ継続ですね。よし、来い来い、よし、来た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 、滑ろう。よし、一角、気持ちいい。もうね、脳やられるんで、この台めっちゃ大好きだから。はい、ダラ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 、うん、いやらしい脳みそしやがって、出ております。もうダラダラな汁を出しちゃって、我慢汁出てます。ちょっとそこ言うなって。我慢汁出てます。それ言うなって、脳汁脳汁、気持ちいいです。頼むね、ここ継続率取ろう。 33% のレバーオンでしょ、これ。
はい、自転車ではないまずね。あー、ここもデフォー、まだ全然あるからね、いけ。あー、ダメか。でも4つ取りました。で平均が100になります。素晴らしい。まあこれね、いいなあ、楽しそう。110いいでしょう、十分でございます。来るんちゃう、てんちゃん、よっしゃ。いやー、ここ通したいな、劇場ジャッジ頑張ってくれ。ねー、通ったら枚数がまあ増えるし。ね、あと何枚、あと50枚ぐらいもなかった気がします。いや、いけるでしょう。操れ運命を。ダメかダメか、操れなかった。30枚でしたね。いや、ねんさん踊ってください。え、踊れやってくださいよ。踊れね、あ、踊ってくださいよ。オリンピアね、499枚引き継いでます。さっきの枚数色があったらね。あ、レアク引いた。うわ、ナイス。今ナイスすぎでしょ。よし、引き戻し。はい、ダメでしたね。あー、渡ってだ。来ますよ、開封のギガ、デンさん。お、あと1ゲーム、はい、来ます。行きますね。200か300、1対1、頼む、マジで高みを目指してくれ。あー、200か、マジか。100欲しかったけど、まあまあまあ、切り替えよう。まあ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 、切り替えよう。2回いった。うん、デカメンチョ。ほっ、なに、プラモを盗め。あ、タイプ、うん、タイプライターなんで、まあまあまあ、デカメでしょう。うわ、かっちょいい。一角いいっすよね、タイプライター。一角、まあプラム、あの滑りプラムなんでね、ないので。やりました。で30ゲーム以上、よしよし。で 50% でチャンスを。今協定で 50% 取りましたね。よし、参ろう。2度目、ここももう取る前提だから。はい、次元が一番期待度が低いです、トータル的にね。でも22分の1引きゃいいんですよ。強気だな、もう。で次元はラストね、期待度 12% だったかな、一番弱いんですよ。8分の1。いやー、うわ、残念、取れなかったんですけども、まあほぼ次これにはいきますね。次が天国か、その次が天国か、どっちかなんで。う、近づいてる、まだチャンスがあふれ返っておる。しょーい、お願いしますよ。1ゲーム目でリプレイ、ありがとう、さっさっさい、あっさっさっさい。次次お願い。あー、なんもね。あっしゃい、おっしゃっしゃっしゃい。レア役引きました。ナイス、チェリー引きました。よっしゃいやい、よっしゃいしゃいしゃい、やいやい、ナイス。私、うん、やい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 や、さっきもね、結局150まで行って 50% 取ってたからね。あー、ありがとうございます。まあこれ一応10チェリーで取りましたよ、ピンクです。で 25% でチャンスもついていきますから、いきましょう。あ、いいぞこれ。あ、こっちか、こっちか。やったてか、次ゲームが良かった。これでルパンだったら俺怖いです。ルパン、ルパンだったらこれで浮かんのに。まあ、あ、てかルパンじゃないわ、気を持ち直して取り直して、いきますよ、あのゼリロボ。いってらっしゃい。あ、ルパン、あ、フジコか。まあまあまあ、フジコだったんだ、ね、マジか。ほとんどこの場合ってね、ゼリロボなんですけどね。ゼリロボ見たかったな。これもう受かってるんじゃないですか、これ受かってるんじゃないですか。これ受かってると思います。カットに参りました、ありがとうございます。いや大丈夫、絶対大丈夫、大丈夫大丈夫、ふじこちゃんだもん。ありがとうございます。おー、いいね、いいね、いい音、いい音しましたね。よっしゃ、ということでこれで晴れてビッグゲーム帰り咲き。よし、あー
ループリスカー怖え。最低で終わらせたくねえこれ。うわでも頼むぞ。よーしよ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 し、あっぶね。うわ弱い、全然引けねえ。30ゲーム何もいけなかった。頼むぞ、もうちょっ、よーしよしよしよし、66パーかもしれん。また来ちまいました。40ゲーム何もいかないの珍しいけど、すげえ持ったね。あーチャリンコは乗らず、ハーレーでもない。ここまではずっと一緒でも、ここもう突破してきたから、あーでも4つ、まず最低50ね。あ一発目が50だったと。でよし下げて一緒110、よし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 、ナイス。よいしょ、あー終わった。314、あー女性だらけだからこれは偶数だったっけ、ないか、終了。また手だ、ずーっと手だね。ね、え知り上がったけど、いきなりいきなり、マジあれ大丈夫、ちょっと心配。おおマジか、いるわ、やった、オッケー。まあ普通ですけどね、取っていきましょう。取れるもんな、取れるもん全部取っていく。左リール滑るよ、滑っていくよ。うわチャンス、チャンスチャンス、チャンスのパターンね、チャンスチャンス。うわ微妙微妙、二角やる、二角やっちゃおう。マジかー、答える。よし最終ゲーム引いて、引きゃいいんだから。おおなんか引いてる、引いてる、左リール滑って、一角、気持ちいい、気持ちいい。しかもあデカめでした、あれです、ナイス。あぶね、50がいいな。よし、ここで合体してください、合体合体。あー楽しい、来たよ、いきなりラブストーリーは突然にですよ、これ間違いないよ。斜め斜めのがね、これね、で1名になるんですよ。頼むよ、外れて、うわあ、よかった、引いてました、9パー引きました、100、ナイス。あ50か、いやでもね30ではないのはボタンなんで50以上でしたね、うん、ナイスー、あーナイスー、また180ゲームに舞い戻っていく。わざわざあのチャンネル登録もしてくださったみたいだし、そうなんですよね、本当そう、応援してくれてるんですよ、飲み屋の大将たちも。よし、チャンスゾーンから、チャンス目引きまして、ナイス、はい、行きました。次天国だから、はい、250天井。うわーここで次元はしんどいな、いやでも取ろう。おお頼む頼む、おお、いい音スタート。強チェリーだったらいただきです、でもちろんのことでか、ああ強チェリーかも、いくぞ、いいねナイス、まだ2ゲームあるから、ナイスナイス。でここででかみ引れば間違いなく、まあ、2回ですね成功させればあのビッグゲームなんで、あと1ゲームある。ああ伸びたか、でもこれでねでかめもたまにあるよ、うん、よしよし、なんとかだった、つながった、取ろう。
30ね。これ取りたい。これ飛び取れたら伸びるぞ。いけ。よっしゃー。やってるね。け。効いてるね。来た。ついてるね。乗ってるね。ありがとうございます。ビッグゲーム3度目行ってまいります。よっしゃー、危ない。保証50ゲームじゃ終わんねえぞ俺は。やべえ、駆け抜けだけはよしこちゃんよ。ダメです。うわ、来た来た来た、頼むぞ。おお、いいじゃん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 。デカめでした。セーフセーフ。ここでも書き換えてるからね、一応レア引いたら。まあデフォー頼むよ。おーっしゃ、嬉しすぎる。いや楽しすぎ、ビッグゲーム楽しすぎ問題。あー普通だな、もう両手で押しちゃう、もう神頼みだから。とりあえずこれ50乗っててくれば120とかいくけど、基本的に多分100だと思いますこれ。うん、ああまた110だ、110ばっかり。おやった、ダメでしたね。280枚。はい、天国天国。よしよし、まあまあまあ、だけどさっきベア役を引いてしまった。天国でしたね。一応今か、残り1ゲームでだったら最終ゲームでリプレイしたかったな。その問題ですね。いやここで引けたらいいんだけど、お願いします。お願いします、俺からもお願いします、お願いします。あーしゅ、あーなんもねー、あー引けてなさそう。あ引けた、ナイス。うめー、リプレイ引けたよ。うめー、これは弱い。また250かよ、もうこれはやばい。おいおいおい、いた、裏切られたと思って、ダメだと思ったけど裏切られてなかったやつ。赤を開封、頼む頼む、いいやついいやつで。うわー、まあでも取ればねビッグゲームですんで、あのもうこれ取らなかったら終わっちゃいます。私も終わっちゃう、死ぬ気で取りましょう。頼む頼む、最終ゲーム16%しかない。 16% 終わった。あダメだ、私はもう終わりだ。376枚ですね。戻そう戻そう、頼む。戻したよ、ナイス。あー542枚終了ですね。いいな、戻しましょう。終わってしまいましたし、私デフォだから、よっしゃ、はい終わりました。でここです、めっちゃ大事、いってほしいな。いやいかない、2718枚で、まあ一応枚数も取りましたんで、え今のはいるでしょうね、アイキャッチ真っ黒クロスケで、枚数取ってるんで、この後の AT で枚数取れれば、あの完走しますんでね。とりあえず天国私は回します。で広角でジャックチェリーを引いていく。
下か当たる。おお、パイプライターだということで、85回転でございます。うわ、なこれ初めて見る。え、ゼリーガット死ぬの。え、ねえ、なんやなんや、え、なに、え、ゼリーガット死んでんの。え、あ、デルパン泣きそうになってる。とっつぁんなんで死、とっつぁんなんで死んじまったんだ。だってあ、こういうエンディングじゃ、エンディングじゃないですか。あ、なんだよ、いるじゃねえか。どういうことだよ。うそ、は泥棒の始まりっていうぜ、とっつぁん。すごい、素敵、かっこいい、素敵。かっこいいこと言うんだよ、ナルさんとか、藤子ちゃんも。いいこと言うんだよな、なんか。すげえ。名言。漏れるとかない、今、特別な演出だったから。ないない。あ、やったやった、執念解放。よ、おおおおお、やべえ、執念解放プラス一発目紫、ナイス、 ICP を行きましたよ。よっしゃ、ナイスですね、マジでナイス。うん、姉さんは、ね、天国でした。姉さんも天国、ナイス。あ、カタカタしてる、当たった。今日レアヤック引いてる、普通にレアヤック、よっしゃー、ナイス、行きました、全部通してるぞ。いや、姉さんすごすぎ、ただだけだよ。やったぜ、今2600枚持ちね、ここから始まります。はいはいはい、ナイス、はい。で、これ確定のデカチャンスになりますので、ここでデカ目引いてもストックレスね、なりますから、めちゃめちゃ叩きどころよ、これ。教授の全然いけない、カットいかなく、今日の一生の願いを叶えてあげて、神様、お願い、どうにか、どうかお願い。あー、いけなかった、持ったね。まあ、よしよし、始めましょう。熱っ言いましたよね、デカナビよりも小さいやつが尺圧だよって、こういうことでございますと。取った、ナイス、ありがとう。よしよし、で、ここも継続します。うわ、いった、一発目、とりあえず勝ちたいですね、劇場ジャッジ。絶対勝ってくださいねえ、今14枚しかないんで、残りこれは入れないとね、絶対の絶対に勝ってくださいねえ、頼むぜ。うわー、頼む、よっしゃ、オッケー、いった、ナイス、100枚以上がいいな、100枚以上、100枚、あー、いやー、90かな、90か80、あ、とりあえず5、あ、オッケーオッケー、よかったよかった、これ100か、よしよし、あ、大丈夫大丈夫、30ゲーム見ました。まあ、先ほど終了画面がね、あ、 AT の開始画面かが紫のやつだったんで、とりあえず必ず1回はデカチャンス受かります。はい、だからここなんですよね。よっしゃ、行きましょう。分かったから、分かったから、誰が出んの、誰が出るの、誰だ、次元です、次元さんですか。パパパパ、頼む、強制か、あー、強制頼む、あー、まだ分かんない、まだ分かんないっす、何パーだっけな、20パーだか30パーのかな、
で最終ゲームも、まあ、十何本ありますから頼む、勝ってほしい。チェリーもったいない。よし、勝ってたんだ。受かってました。いや、ここ行ったら全然違う。もうずっと行ったら全然違うんだ。ああ。終わりましたね。また330番。戻しましょう。また手だ。時間的にちょっと厳しいので私はここでやめます。はい。で、枚数がですね、900と98枚です。998枚。総投資、はい、総投資5万4000円でございます。これデカめに30乗せても足んない。もしか、久々に9枚引けた。30以上。いや頼む。いや頼む。50。これ10ゲーム乗ればとりあえず180ゲーム濃いところね、相当濃いところの抽選を受けれるっていう。神は私に最後の最後まで試練を与えるつもりですね。いや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 、すごいな。変なところで終わらせちゃったなこれ。まあチャンスモードであることを願おう。チャンスモードお願いします。178で終わりましたよ。かあ、まあまあ、残念、弱いですな。だよな、しゃーなし。強調引いちゃったけどもさすがに、ああ全長もない。はい、ということで、私天国抜けまして、お時間もあと少しといったところなのでおいとまさせていただきます。まあ3053枚ですね、トータルで獲得しました。なんとかね一周迎えました。ありがとうございました。じゃあ皆さん、じゃあ私はね投資言うよ。これもう今俺もどうぞ投資が2484枚、回収が1000枚ぐらい、でマイナスが、マイナス、1500枚ぐらい。じゃあ言いますね、あ回収3100枚です。おい、はい、ということで私1300枚ほどのプラスになりましたけども、今回、最終戦酒粕、フェアリーさん、はい、リノあの結果マイナス200枚ほどになりました。ありがとうございました。なのでこれ、めちゃめちゃ頼みましたけどもゴチにはならないと、本日のお支払いは私たちでございます。簡単にだけね振り返りましょうか、うん、まあ、今日はね番号悪かった、うん、と稼働がね高稼働ずっと移動できなかった、うん、って言ったところで、私大好きなね初めましてですよ、うん、この番組では、うん、ね銭形打ちましてレインボー見ましたよねって言ったところもありまして、なんとかね一種報えたんですけども、姉さんがね結構ねチャンスめちゃめちゃあったんですよ。そう、あのねめっちゃチャンスうまかったよ。劇場タッチが本当入らなかったですね。うん、ちょっと一歩及ばず、思わずですね。思わずで、及ばずですね。姉さんっぽくなかった。見せ場はなんだかんだできましたから。はい。はい、できればね、うん、セガのシーズンも行きたいと思っておりますので、皆様高評価とかチャンネル登録とかしていただいて、うん、みんなで盛り上げていけたらいいかなと思ってますね、うん、思いますので、はい、応援していただけたら幸いでございます。ということで、最終戦になりましたが最後までお付き合いありました。僕たちはこの後もしっぽりとお酒飲んで、この後カラオケ行こうなんて話してますので楽しみに、まあ、今日はね大丈夫だよ。はい、ということで和美さんのバーにやってまいりました。いらっしゃいませ。去年ぶりですかね。そうですね。いやありがとうございます。本日もあの弁慶でね酒をたら…ちょっと待って、おい、かゆみさんのバーに何しに来たんですかって話。わかりません。いや、あなたが歌いたいって言ってたから。これに関しては次シーズン僕たちまだ勝ち上がるか分かんないっていうところの願掛けを。ちょっとおい相方変えてくれ。姉さんの歌を披露してもらおうかなと思います、はい、うわー来た。ガラダさん
おはようございます。行きましょうよ、2人で。マークパンさん。ありがとう。おはようございます。ちょっともう向けてください。ガリノさんでもちょいちょい一緒にもう酒飲みましょうよ、久々に。最近会えなかったじゃないですか、ずっと。聞かないですか。いや、もうずっと歌ってるので、多分大丈夫です。大丈夫です、大丈夫です。いや、こんなもうね、特別な会がありますか、これ。いや、本当に。ありがとうございます。じゃあ、お疲れ様です。おいっす。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、これチャンネルはどこなんですか？これは安田さんになるので、まあ、ちょっと、いや、でもまあ、まあいいや。ある程度は大丈夫だと思いますので。私ずっと、あの、コール個人チャンネル NG にしてたので、あ、でも、まあ、そうそうそうね。トークぐらいなので、そうそう。いや、いいっすか？全然。すみません、本当に。なんでしょうね。来店イベントになっちゃうので。まあ、間違いないですね。煽れないってことですよね。そうですね。あー、ガリドさんが、引退するんじゃねえかみたいな話をもう結構昔から聞いてるんです、実はちょっとなんか近づいてんじゃねえかなっていうところが若干僕は寂しいっすよね。ここからはですね、あの趣向を変えまして、あのガリドさんが来てくれましたんで、あのピンマイクの方をあのガリドさんに移りまして、立ち回りの軸としては僕の中ではですよ、本当に結果が出ててガリドさんがすごすぎる、いやその本当にっていうところの、ちょっと台数が少ないところだと僕の力量は試すことがちょっとできなかったと思ってたんですよ。ってなった時にやっぱこう今ってっていうか最近でもそうなんですよ、僕そのガチ系の人とかで、はい、誰を尊敬しますか、どんな人かみたいな話があった時にそっと、あ、まあそっとじゃない、すっとすっと、あの出たんですよね、名前がガリゾーさんって言ったんですよ。ありがとうございます。それってなんでかっていうと、演者としてやってる部分もあると思う。それやれない時ってそのアクロス系とか、はいはいはい、甘い系に行くじゃないですか、ね、でもじゃないですか、はいはい、でもなんでできるかって言ったら目押しができるからなんですよ。目押しができなかったら誰もできないんですよ。95% なんですよ、ガリゾーさんって。ずっと変わらず 95% でやってるんですよ。っていう中で難しいですね、ガリゾーさん。いや、本当にあの、でも大変そうでしたよ、だいぶやっぱり積もったら、やっぱり閉店までやりたいんだけども、やっぱりそのコンプライアンス的なそのカメラマンさんのね、本当にすみません、なんでしょう、働く時間がみたいな残業はそうっすねそれで、そうそうっすね、でもやっぱりあの、うん、ギリギリまで打ってるっていう表現で結局マックス時間とか言うんですね。そうっすね。もう本当につまらないような表現ですね。いやそのリノさんのその葛藤とこうせめぎ合いがよく見て取れて、いや頑張ってんなと思います。いやこれからも頑張ってください。俺最初分かんなかったんですよ、これめっちゃ使ってほしいんですけど、めちゃめちゃ分かんなかったんですけど、僕はやりたいことがあったんですよ、はい、絶対に期待値を追いたかったんですよ、はいはい、それを見せたくてガリゾーさんとの違いを見せたかったんですよ、番組として。でもそれがそういうスタイルでしょうね、そういうスタイルだったんですけど、できないんですよね、結局あの狭いところというか台数がないところだったら、ね、結局表現ができなくて、ガリゾーさんがその期待値を追ってることに関しても不思議な時もありました、正直。でもこの数年経った時に、ああ、結局それを合わせて、この人は最強なんだと思って。いや、最強っす。ガリゾーさんが身を引いてくような話があるじゃないですか、はいはい、それはもうやらないですか、もうガチは。あ、でもどうですかね、ちょっと年齢的なこともあるので、まあ、普段の稼働で培った能力とかを映像で見せていきたいってなって、うん、やってきたんですけども、もともとそうですね、はい、普段の稼働さえもなんか最近ままならなくなってきて、そうっすね、ああ時代的な話ですか。その例えば私がなんか打ってるとまあ顔バレするので、間違いないですね。で、なんであの人あの台打ってるんだろうって探られちゃうんですよ。確かに、末尾とか、まあ、上げなのかみたいな、とか、まあ、いろいろ探られると私首締まるし。確かに。でも日に日にめっちゃ顔バレするようになってきて、例えばあいつ左手打ってるなとか、左利きだなとか、はい、例えばこうやってデータビッグ、100円ビッグって出したらガラケー持ってるとか、あ、でも、いろいろバレる要素が多すぎ
ちゃって、それはもうまず先般っすですよね。あのガリゾーさんの先般っすね。もうこのガリ系を、あ、ガリ系ガリ系すいません、あ、今、わざと、うまいなぁ。すいません、星が森へ帰るように死ぬ日やて小さな仕草もいつまでは怖い、怖い、私も過ぎてますから、大丈夫です。ありがとうございます、すいません、すいません。ということで、はい、あの M 歌いまして、ファーストシーズン勝ち残れるかわかんないですけども、今回に関しては姉さん寝てましたが、ガリゾーさんがね、わざわざ来てくださって、あざす、とんでもないです。おい、おい、あざすじゃねえよ、おい、おい、ちゃんとあんた寝てたんだから、いやいや、もう頭下げなさい、ほんとに、いやいやいや、もうガリゾーさん来てんだぞ、お前、いやもう眼福です、眼福いや、こちらこそでございます、ほんとにっていうところでございますけども、もしかしたら、今後マリゾーさんとね、ガチキの番組とか、うん、あの姉さんと3人で、まあ、そういったところもやりたいかなと思いますし、セカンドシーズン勝ち残れるように私たちね、祈っていきましょうちょっとあんた締めなさいよ、大丈夫ですかじゃあ頑張ります、ありがとうございます、マリゾーさんもありがとうございました、本当にありがとうございます。じゃあ一本締めいきます、いきますよ、せーの、ありがとうございます、ありがとうございました。